アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトは、メキシコの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。メキシコシティで生まれ、中流階級の家庭で育つ。その後、イベロアメリカーナ大学へ進学。ここで後に、脚本家として、イニャリトの作品に参加するギジェルモアリアガと知り合う。また、この時期イニアトは、 ラジオ局でディスクジョッキー、テレビ番組のプロデューサー、コンサートのプロデューサーなどの活動をしていた。2000年にアモーレスペロスで長編映画監督デビュー。第53回カンヌ国際映画祭の批評家週刊部門、第13回東京国際映画祭でグランプリを受賞、アカデミー外国語映画賞にノミネートされた。イナリトは、 本作を亡くなった息子のために作ったと述べており、人は失ったもので形成される。人生は失うことの連続だ。失うことでなりたかった自分になるのではなく、本当の自分になれるのだ。とコメントしている。2003年、アモーレスペロスでの成功が認められ、ショーンペン、ナオミワッツ、ベニチオ・ベルトロを迎えて、21グラムをアメリカで制作。 第60回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、ショーンペンが男優賞を受賞した。また、第76回アカデミー賞では、ナオミ・ワッツが主演女優賞に、ベニチオ・デルトロが助演男優賞にノミネートされた。2006年、バベルをモロッコ、カリフォルニア、ティフアナ、そして東京を舞台に制作。 第59回カンヌ国際映画祭で、監督賞、第64回ゴールデングローブ賞で、ドラマ部門の作品賞、第79回アカデミー賞で、作曲賞を受賞し、その他作品賞、監督賞を含む7部門にノミネート。本作は、役所工事の出演や、ロアの女性役を演じた、菊池凛子が、助演女優賞にノミネートされたことに加え、日本公開中に、 クラブのダンスシーンが視力に刺激的な映像だったため不快感を訴える観客が現れたことなどで日本でも広く注目された。2010年、ビューティフルをメキシコで制作。第63回カンヌ国際映画祭で上映され、主演のハビエル・バルデムが大優勝を受賞。また、第83回アカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされた。2014年、 バードマンあるいはが第71回、ベネツィア国際映画祭のオープニング作品に選出された。映画祭では主要部門の受賞は逃したが、第72回ゴールデングローブ賞で最多7部門にノミネートされ、脚本賞、主演のマイケル・キートンが主演男優賞を受賞。第87回アカデミー賞でも最多9部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、 脚本賞、エマニュエル・ルベツキが、撮影賞と4部門を受賞した。2016年、レベナント・ソエリッシ社で、第68回アメリカ監督組合賞の受賞。前年に、バードマンあるいはでも、同賞を受賞し、2年連続で受賞する会挙を達成した。第88回アカデミー賞でも、バードマンに続いて2年連続で、監督賞を受賞。主演のレオナルド・ディカプリオは、 初の主演男優賞をエマニュエル・ルベツキが撮影賞を受賞。2017年第9回がバナーズアワードでエマニュエル・ルベツキが撮影した短編 VR 作品カーム・ワイ・アレーナにアカデミー特別業績賞が授与された。2019年第72回カンヌ国際映画祭審査委員長に就任した。ありがとうございます。